私の名前よく知ってたね。ああ、噂もいろいろあったしね。噂って気にすることないよ。あんなの信じる方が悪いの。そうね、信じる方がバカだわ。ねえ、くるみちゃんも噂は聞いてたんでしょ？誰かに言ったりした？まさか、もともと信じてないし、塊になってる女子が話してるの聞いただけで。だよね、くるみちゃんが言ってんの想像つかないもん。それは言い過ぎ。あんな噂さ、風早を好きな奴が流したに決まってんじゃない？沢子のこと邪魔だったんだろうね。しかも私と地図がバックにいたら手出しにくいしね。そんで私の噂はともかく、地図の噂は微妙に事実を大げさにしたのが多いんだよね。だから私、地図や風早と同じ中学だったやつだと思ってんだけど、このこと風早にバレたらその子どうすんだろうね。どうかな。でも証拠もないのに人を疑えないしね。そうね。なんか長話しちゃったわ。ほんと試合始まるし、そろそろ行くかな。まあそっちも頑張ってよ。うん、あやねちゃんもね。サンキュー。そうだ、沢子意外と手強いでしょ。超成功法だからね。